ディエゴ・リベイラ、キープ力抜群です。そのディエゴ・リベイラもらってディエゴ・リベイラで、ディエゴ・リベイラが今下がってボールをもらいます。そのディエゴ・リベイラ、さあディエゴ・リベイラがディエゴ・リベイラ決めました。1対1、レアンドが立てているところですが、ここは切られます。そして江坂に対してディエゴ・リベイラが行きますね。縦に行ってディエゴ・リベイラ、ディエゴ・リベイラ縦自分で行く、持っていって抜いた、抜いていってシュート、ナイスキーパー。逆をついてきた、同点。山中が取っていますけれども、いいですね、このセカンドボール拾ったゆるきがドリブルで仕掛けていく、ディエゴ・リベイラがついていきますが、ここはノーファールというジャッジになります。室屋からのクロス抜けてきた、どうかな、ブレーで押し込んだ、ディエゴ・リベイラ先制、 FC 東京です。ボールつながって杉本から右の橋岡使う、橋岡仕掛ける、ここからディエゴ・リベイラついていきます。まあ、そして後半も立ち上がりから、おディエゴ・リベイラ仕掛ける、持っていってまだ行く、そしてマイナスのボール、これ押し込めない、興梠が行く、山中もよく走ってます。そして関根を使う、中人数かけていきますが、山中から中へ、これも最後戻ったの、ディエゴ・オリベイラ、レアンドロも上がります。ルーカスがつく、まだ持っている、パワーもスピードもある、フェイントからディエゴ、終わった、縦に行きます、ディエゴ・オリベイラサイドネット、逆にそのスペースに遠藤、ディエゴが守備に下がる、遠藤運ぶ、そして戻して長木、中にエメラルド泉、来ましたね、入ります。ただここは体を入れたディエゴ・オリベイラ、丸山が運んで吉田へ、ディエゴ・オリベイラが献身的な守備を見せます。ディエゴ・リベイラ、稲垣を飛ばして中へつけます、阿部、レアンドロだ、ディエゴ・リベイラ、稲垣からまた相馬です。おっとフラッグに当たってボールが出てません。ディエゴ・リベイラちょっと中のポジション取り、ディエゴ・リベイラがセンターに来ました。ディエゴ・リベイラ前向いた、切り返し、ディエゴ・リベイラ、ディエゴ・リベイラ入ってきた、東京も前線は流動的、いいとこ入りましたね、ディエゴ・リベイラうまく前向いた、ディエゴ・リベイラ、レアンドロスイッチ、レアンドロ決定機、レアンドロのシュートを狙って、おお真ん中押し込みました、ディエゴ・リベイラ、ディエゴはちょっとプレッシャーをかけます、ディエゴ・リベイラ、おお追い直しました、ディエゴ・リベイラですが先手は取られました。戻ったディエゴ・リベイラ、ディエゴ・リベイラ、レアンドロ、ディエゴ・オリベイラ、ディエゴパス、レアンドロとワンツーラー、決まった、東口飛び出す、ホイッスルは鳴らない、ディエゴ・オリベイラだ、プレッシャーを強くします、奪い取ったディエゴ・オリベイラ、藤原が行きますが、ディエゴ・オリベイラここまで戻っています。いやー強い、強さがある、いいゴールダッシュしましたね、はい、このコーナーキックのセットプレーからのカウンターというのも FC 東京迫力ありますもんね。カットしてカウンターに行くか、ディエゴ・オリベイラ、中アダイウト、強いアダイウト、いいパスを出してアダイウトを返す、高萩からディエゴ・オリベイラだ、連続のスタメンです、前田サイドに行って松本、僕たちの良さっていうのはなかなか攻撃でもちょっと出せてないですね。ディエゴ・オリベイラ角度がありませんが、えぐって折り返し、ディエゴ・オリベイラタッチは割っていません。阿部が持ちます、右レアンドロ、左ディエゴ・オリベイラ、つながった、コントロール、ディエゴだ、東京先制、流し込みました、ディエゴ・オリベイラ、東京スタイルの堅守速攻、1対0です。後ろ森重、渡辺は残ってました、後ろ上がっていかないでしょうね一番好きなのに、ディエゴ・オリベイラマッチアップしましたが、ここは自分で行きます、阿部シュートは拾わず、ディエゴ外回って、
と中原、これはもうでもディエゴ、オーストディエゴ・オリベイラ、いやーっとまた引っかかってカウンターでもう1回いきます川崎、レアンドロ・ダミアン、よく戻ってきましたディエゴ・オリベイラ、この辺はやっぱり素晴らしいですよ、田中の蹴った球外側、中村ヘディングだー、これはあーちゃんとディエゴ・オリベイラ、ディエゴ・オリベイラが入れたー、同点、まず永井に変えてアダイルトンです、ディエゴ・オリベイラ、おーかわすディエゴ・オリベイラ、高萩とワンツー、さあ局面が開けましたディエゴ・オリベイラ、逆サイド余ってます、中村太がクロス、これはクリア、ディエゴ・オリベイラフィニッシュだ、菅野